はい、どうもこんにちは。はい、このチャンネルは兵道哲理の一人休みのチャンネルの芸人の兵道哲理です。よろしくお願いします。はい、このチャンネルは高校野球の地方大会や甲子園の様々な結果や予想をしていくようなチャンネルとなります。高校野球が大好きな方、そして野球が大好きな方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、ということでね、もう少しでチャンネル登録者数が1000人に行こうとしています。現在チャンネル登録者数が今撮影している段階で779人となっております。あと200人ちょっとで行きますので、ぜひ皆さんどうか、拡散をよろしくお願いします。ツイッターとかでね、このチャンネルよかったらチャンネル登録お願いしますと、よかったらツイートしてください。皆さんお願いします。はい、ということで今日の動画はですね、2022年の春季大会の各地方の大会の結果を話していくんですが、近畿大会の準決勝が行われました。前回の動画でも言いましたが、大阪桐蔭対近江、そして報徳学園対智弁和歌山の試合、もう本当に甲子園のベスト4と言ってもおかしくないような顔ぶれなんですが、その結果を話したいなと思います。まずは、こちらの試合から大阪桐蔭対近江の試合結果はこうなりました。はい、春の甲子園の決勝再来ということで、大阪桐蔭が11対2で近江高校を破って決勝進出ということで、おめでとうございます。一応この試合僕も見たんですが、まず近江高校の山田投手が6回途中まで投げて1失点ということで、6回の途中で足をつっちゃったんですよね。足をつるまではいい感じで抑えてたんですが、その6回から、レフトライナー、そしてレフト前ヒット、そして三遊間のボテボテのゴロだったんですが、抜けるヒット。で、そのレフトライナーを打たれた時ぐらいから足をちょっと気にするようになって、まあ足をつっちゃったみたいで、そこから、山田投手から変わった星野投手、左ピッチャーの星野くんですね。星野くんが、まあ1点は取られたんですが、2対2で抑えた。というとこまでは、まあ五分五分の試合だったんですが、やっぱり、前回の春の甲子園の時には言いましたが、やっぱり近江高校の課題っていうのは、この山田投手以外のピッチャーですよね。はい。最後に、この副島くんというね、左ピッチャーの子が投げて、まあ結構打たれちゃいましたね。やっぱりこの上のレベルで対戦した時に、2、3枚通用するピッチャーがいた方がいいなと思ったのはやっぱり本音ですかね。ただですね、最後に投げたこの宮川投手、この子が確か春の甲子園にはベンチ入りしてなかった。メンバーで、2年生のピッチャーだったんですが、かなりいいピッチャーだったですね。まあ、どこまでの中学校の成績があって、どういう選手かっていう情報が全くないんですが、この宮川投手の投げ方的にも投げてるボールもですね、非常に良かったので、まあ、そうですね、僕がもし近江高校の監督だったら、この山田投手、それからこの宮川投手っていうのを2枚看板で、僕だったら行くかなと思った印象ですかね。非常に楽しみな、今後の選手だと思うので、近江高校の宮川投手っていうのを今後も見ていきたいなと思います。もう大阪桐蔭はもう言うことなしでしたね。まあ、初回には近江高校が2点先制しました。エラーからの、バスター、そしてそっからのまたエラーで、5番の岡崎くんのタイムリーっていうのでね、近江高校は素晴らしい流れで先制したんですが、そこからはね、川原投手も立ち直って、そして前田投手で繋いでいって、初回の2点のままで抑え切るっていう、チーム力、それからホームランを打った4番の丸山くん、左バッターなんですけど、左中間へ流し打ちでホームラン、それから1番バッターの伊藤くん、すごいね、滞空時間の長い右中間へオーバーの、スリーベースとかありましたし、あと伊藤くんのね、もうファールだったんですけど、超特大ファールなんですけども、本当に球場のさらに上のネットを越えそうで、場外ホームラン行きそうな勢いの打球で、とてつもなかったですね。やっぱりその辺も考えると大阪桐蔭は強いんですが、山田投手が、完全に抑えていた場面もあったので、まあやっぱり山田投手が万全の状態だったら、五分五分なのかなと思います。なんで、大阪桐蔭と近江高校が今後当たるとしたらもう夏の甲子園でしかないんですよ。で、近江高校が大阪桐蔭に勝つ条件としては、やっぱり1回戦。もしくは2回戦。早い段階で大阪桐蔭と当たることがあれば、山田投手がまだ万全の状態なので、かつ、要因はあるかなと思います。そして大阪桐蔭は決勝進出おめでとうございます。未だに不敗26、7、8ぐらい連勝してますよね。はい、素晴らしいと思います。もうこのままね、負けなしで、突っ張ってほしいなと思います。そして続きまして、近畿の準決勝2試合目、智弁和歌山対報徳学園の試合の結果、こうなりました。
はい、5対4逆転の報徳学園が終盤なんとか追いつきそうな雰囲気はあったんですが、5対4で智弁和歌山が逃げ切りました。おめでとうございます。この試合もね、報徳学園の1番バッターの堀くん、キャッチャーの堀くんがね、先頭打者ホームラン打って、あー報徳学園すごいなっていう感じだったんですが、3回4回と智弁和歌山が着実に点を入れて4対1と、リードをしていました。そこからまた1点取って5対1となったんですが、7回に2点取って5対3追いついて、その後ね、8回にも1点取りました。これもね、ちょっと智弁和歌山の選手のミスだったんですけどね、ワンアウトランナー2塁かなんか、ワンアウトランナー2塁かなで、ライトフライ、かなり大きいライトフライ、ライト後方取りながら、ファインプレー取ったんですが、ライトの子がアウトカウントを間違えてたのかね、わからないんですが、そのままホームに、返球せず野手に、そのまま二塁ランナー、三塁ランナーか忘れたんですけど、そのままホームに帰っちゃうっていうね、それで1点与えて5対4にはなったんですが、智弁和歌山の抑えでできました、竹本投手、背番号17かな、はい、146キロとかもうとんでもない球投げました。はい、圧巻でした。ただですね、報徳学園が僕めちゃくちゃいいなと思ったんですけど、ピッチャーが全員良かったんですよ。まず先発ピッチャー背番号17の子、そして2番手が背番号15の子、そして最後エースピッチャーの左の子が出てきたんですが、みんないいピッチャーでしたね。もう最後に出てきたエースピッチャーの子に関しては、左ピッチャーの昔報徳学園で近田レオ君、あんなタイプのピッチャーで、あと大西投手とか、あの辺に近いなっていう印象があって、あ、報徳学園のサウスポーっていう感じのピッチャーだったので、今年の夏は兵庫県もすごく荒れると思います。どこのチームも均衡してるので強いんですが、ちょっと報徳学園が僕が見た限りでは、一枚上手かなという印象です。まあ今日負けましたが、智弁和歌山負けましたが、報徳学園はぜひ夏の戦い頑張ってほしいなと思います。ということで、決勝、智弁和歌山対大阪桐蔭ということでね、こちらもビッグネーム同士も甲子園見てんじゃないかなと思うんですけどね、楽しみにしたいなと思います。続きまして関東大会のベスト4の結果が出ました。関東大会のベスト4、まずは1試合目、山村学園対関東第一高校の結果こうなりました。はい、関東第一高校が9対2で、山村学園を下しました。おめでとうございます。決勝進出ですね。なんとこの試合、関東第一高校の二塁打が1、2、3、4、5、6、7、8本出たみたいですね。ツーベースが、そしてスリーベースも1本ということで素晴らしいですね。さすが打の関東第一ということでおめでとうございます。そして2試合目、浦和学院対山梨学院の試合、結果はこうなりました。どうぞ。はい、こちらも7対0で浦和学院が打線の山梨学院を完封した。さすがエースの宮城投手ということで、7対0で浦和学院が勝ちました。おめでとうございます。ということで、ベスト4、甲子園の春の甲子園ベスト4だった浦和学院が圧巻の実力ですね。ショートの金田くんもスリーベース打ってますね。はい、7対0で勝って、決勝戦が浦和学院対関東第一高校ということでね、浦和学院もね、春の甲子園の一挙のままぜひ頑張ってください。はい、続きまして北海道の、ベスト4、北海道のベスト4の結果、まずは北勝対東海大札幌の試合がこうなりました。はい、6対0で北勝高校が勝ちました。おめでとうございます。はい、圧勝ですね。やっぱ北勝高校ってやっぱりなんだかんだ上に上がってきますよね。毎年毎年上がってきますね。そして準決勝のもう一つの試合、苫小牧中央対札幌第一のゲームが、ノーゲームということで、明日行われるみたいですね。はい、この札幌第一高校が春の甲子園で出たクラーク国際に延長戦の末5対4で勝ったみたいですね。はい、こちらの試合も楽しみです。決勝は5月の30日北勝高校と、苫小牧中央、そして札幌第一の勝者ということになりますね。はい、はい、それからですね、北信越大会の、トーナメントが決まったみたいですね。組み合わせ見てみましょう。こうなりました。はい、まずは高岡商業対慶信高校、そして敦賀工業対、日本航空石川、そして工大福山対、上田西高校、そして入高校対東京学館新潟高校ということで、はい、こちらの大会も楽しみです。日本航空石川がちょっと頭一つ抜けてるかなという印象ですかね。はい、はい、ということで以上となります。非常に楽しみな、近畿大会の決勝が智弁和歌山対大阪桐蔭ということで、ね、高校野球ファンにはもう願ってもない試合ですけど、ぜひ楽しみにしたいなと思います。はい、ということでね、今日の動画はここまでとなります。この動画が面白いなと思ってくれた方はチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。どうかね、チャンネル登録1000人までもうちょっとなんで、皆さんぜひ、拡散のほど、皆さん周りの人にもね、チャンネル登録、してくれるように皆さんどうかご協力よろしくお願いします。
はい、ということでこの動画はここまでとなります。最後を見ていただきありがとうございました。それでは。